マジか。なかなか密度あるぞ。ほんと、え ?2 ってもう終わり?こんな早かったっけ?ちゃんとしたボリュームあるけど。大声でこれ行こっか。作戦も大事だよな。てかもうこれ、ここスミレだけで終わるんじゃね?なんなら下もさ、織姫になんとかしてくれたら。ね。風であっち行くか。奥の方殲滅しとけば楽できそう。てか桜もおるやん。じゃあ一番この端の2人やってもらうとして、一番奥、うん、上の塊はもうスミレでいける、おそらく。で次桜でしょ。一番袖を切り取る。一番並んでるそこだね。三体、うん。この列、この列、この列。この場所やん。ここ。あ、ここ。なんだっけ。百花、清少、清宝。やっと覚えた。百花清宝。百花清宝。ああ。結局ワンの精度に戻ったやつ。見た目相当いかついな。縦三、その三マスぐらいのなんか勢いあるけど。でカンナね。カンナも奥の方行けるか。なるべく奥の方や。頼むぞスミレ。スミレまだか。スミレまだですか。で、硬い。黒いの硬いぞ。で、マリア。黒いの硬いな。どうしよう。黒いの落としとくか。こうやってどこ。織姫の邪魔になるか、ここ。一歩下がるべき。届くよね。あ、黒いな。新潟徳、なんか中ボス機みたいなおるな。ちゃんと強いのおった。でスミレ来ました。あの青いやつの前ぐらいで使えたらいけるんちゃうの。てかもうそもそも飛竜自体もう範囲広かったよね。はいはい、全部入った。一応見とくか。飛竜の前。神崎風神竜。この範囲の広さや。飛竜の前。いや、待っても、かなり使いやすかったしな。スミレが一番いい。ああ、かっこいい。で、全部いけるよね。いやもうこの戦闘の MVP やわ、完全に。一人で5体。素晴らしい。かばう意味なくなったけど、完全に。アイリスは下の2体当てれるかな?届くか?あげそう。いや、1体か。次はレニー。あ。レニーで、取れればいいかな。倒せる、うん、お、連携来ました。マリア倒せる、素晴らしい。これでかいぞ。これはでかい。レニーで届くか。ちょっと遠いぞ。一体撫でれればもう、あー届かないよね。3マスだよな。畜生、場所が悪い。で織姫必殺まだ見てないよね。そういえば範囲は、あーいいね。え、めちゃくちゃ強いない織姫。めっ
ほぼスミレの上位互換で常に必殺イルフラグマジーコンだったイルフラットバジーコン、いやめちゃくちゃ強い。レーザーもチートすぎんかこれ拍手ください。拍手したいわ。ちょっと手下がってるんで一瞬で終わった。コーランすまんな。言えるんかい。くそ、あらてか本拠正面から入ってきた時に敵の数が多いな。終わりやと思ってガンガン使ってしまったんですけど、絶対倒せる。強い。あれ、コーランこんな上がっとったっけ。クリアか。もういいぞ。はもうええで。黒いの多い。さらに増援が。しかしやるしかない。いい加減最後か。敵のターン、そうやばい。大神ちょっといよいよやばいんじゃない。作戦も変えたしな。織姫なんだ。いやちょっとまずいかもな。クロウのやつにさ集中攻撃されたら。あーなるほど、範囲優先弱いな。いやマリア、マリアの守備力どうなっとる。柔らかすぎるやろ。いやきちい。いや大神狙ってや、そこは。あの狙うんだ助かりますやばい。でもやばい、ちゃんとやばい。あー迷うな。回復するべきか一気に倒すか。まだおる。ああやっとかばえたわ。あーどうしよう。大神一気にいく。いやでもまた増えたらいよいよきついぞ。いやさすがに最後でしょ、尺的にも。寝たいこと言うと、この黒の数はもう最後示唆しとるやろ。必殺使えるのか。大神、いや届いてない。マジか。ちょっとアイリスで回復力入れてもいいかもな。倒せる。最初飛ばしすぎたか。あれ黒いの多いの厄介やな。仮にも範囲攻撃やしね。これか。マリアと一緒やる。あーいいダメージ。織姫に任せるか。カンナの右ぐらいからやれれば。ここ、あ、でも、じゃあここか。あ、ここならいいので、じゃない。あーてか緑も結構いてんのか。あーうまくいくかな。すみれこいつ、いやースキル、あでも1段目もなかなか密度すごかったしね。なかなか温存するのはむずいじゃない。ここは回復に走るか。アイリスの必殺使ったっけ。じゃあ、あ、広っ。マリアもっとじゃない位置にしとけばよかった。これ初めてやるね。うん、アイリス、アイリスボート手ファーストドクターファーストドクター初めてのお医者さん。あ、すげえ、カンナまで届いてる。あ
マリア回復してみたかったね。で、うん、かかってるやつは両方で全開する。もう次レニとこや。あーでも真正面やれればいいのか。真正面のやつ、これこれこれ。で左への緑のはコーナンにやってもらえ、はい、誰だ、オリヒメか、よろしく。アリス、お二人だ、素晴らしい。あと2体、違う3体か、貯めておく。でオリヒメで先ほどの予定通り2枚抜きで切る。できるっけ、できるっけ。そ、奥の方って殴った、殴ってね、殴ってない。ただあ、言うて マリアそこまで食らってないの。このまま膝使ったっけ、多分最後は使ったのか。ジャンパイロボから何ロボになった、使ったっけ。で、宮殿ロボ、宮殿、宮殿ロボ弱くなってね。ジャンパイロボの方がなんかそれっぽい声にしとったけど、それが、あーなるほど、ビリビリいくわけね。で、敵が動きます。さすがに大神でやってくれるか。すみれ、ありがてえ、かばう、うん、さらに1個消費することができた。せっかくなんで大神さんの必殺で決めますか。最後やよね、頼むぞ。全滅させたタイミングで湧くからかなり辛くなるしね。老子滅却だったっけ、全然覚えてない。天地一色三人戦艦、老子滅却、その戦艦回っても大丈夫ですか。三人戦艦、さあなんなら200ぐらい食らうじゃない。それはいつにか150台か160、いい加減終わりやろ、もういいぞ、もういいぞ、いったか、はボスか、え、いやマジでいいって、長いって、いやいやいや正面突破だる、うそやろ。すぐ終わると思って選択したらなあ。ただまあ、あでもこれ全部動き出すんか今。いや違う、大神が動いたからこっちのターンか。まだ来るのか、一体ここはどれだけの魔族兵がいるんだ。コーランまで終わらし、大神でフィニッシュするのが一番良さそうやじゃん。なあ来すぎやって。桜はステトス上がってるのでこっちに行きます。通しきれんけども、スミレは背中の行くか、届いてない。うまいこと1人殺できたらフィリアにやっとるもしかして。ショードの人数湧いとるんだな。でも黒いの取りこぼした段階でもうアウトか。カンナは脇地行こうかな。いやでもこっち側に偏りすぎてるからさすがにきついな。マリアが奥か、うまくやれればいけるか。おい倒せる、だいぶお化けだもんね、通常攻撃ですら。で
マリアは後ろに、あーでも緑のおるな。マリアだいぶ神走行やったしね。青色は心力低いから倒せるでしょう。はい、次アイリス、アイリス、あ黒いのこれ倒せたらでかいけど、織姫、いやワンチャン全部いけそうです。連携殿下なさくら殿出ないけど倒せる。レニー、レニーどうしよう。ポーランにはあの青いの任せて良さそうだけど、織姫ワンチャン2体抜けんかね。こっちか、やるかな、ワンチャンあるかな。移動が足りてない気もする。織姫一歩の差ぐらいで届、あマジか、風にするないんかい。あれ今何、今風変えてないよね、火やよね今。風やれば風にしたかったけど、届け、お、あるんじゃない、来てる。え、2枚抜きしたら、あ、いけるぞ、強いで、コーランで残っても、うん、こっから届くんじゃない、さすがに終わりやろ。いけ、よし、青ならいける、しかも作戦ひいやし、よし、でもういいでしょう、もう許して。お、増援が止まった、さすがに敵も諦めたか。だ、だいぶ取ったぞね、50体ぐらいしばいた、もしかして。さあ鬼王くん遊ぼうぜ。まだつかんのこのエレベーター。とりあえず一安心ですわね。うん、安心するの、相当地下まで行ってない、多分接近しとるか。ここでお前かい、天部の前じゃもう何もパワーアップしないでしょ、どうせ土雲と同時に来るとかじゃないと話にならんと思うけど、実は今後相当久しぶりやぞ。今日こそてめえらとの蹴りをつけてやるぜ。こっちも強くなってるんですけど、てめえらのことはいい喧嘩相手だと思っていたが、水子のあれか、あのね、敵やっぱ好きやったんかな、こいつ。俺の間違いだったぜ。てめえら全員ぶった切ってあいつの敵を取ってやる。ああ、やっぱり好きやったよな。付き合っとったんかな。土雲バイ。あいつと、あ、金剛兵もおるやん。あ、で回復するみんな。これはもう火にしても全力で行けば勝ちでしょ。あ、真正面な。あいつ邪魔やな。どうしよう、日にしたら届かん気もするけど、どうする、正面突破する必要、いや誰かの範囲で削れれば、うん、さくらおるしな、まあ、正面は難なく突破できそう。合体、合体、え、合体できる、ワンちゃん合体ある？あるんかな？あ、ない。だな。分かった。ないんだ。
マックスな、あ、でもあれか、エフェクトなかったもんね。エフェクトあるときが合体できるってことか。そのキャラのターンだったらなんかなっとったもんね、今まで。織姫とかレニとか。じゃあ三人成功を勝ち込んでいきます。おお、こめっきゃく、あれ、禁止だったっけ。三人成功、しまった、風のまんまだ。これはこれでありか。天部の時点でもう強いしね。で、さくらはどうしよう、近づきながらこうですかね。次誰やったっけ。次すみれかんなったっけ。もういいかな、百花正方。はい、うんうん、強い強い強い。風でも十分入ってます。で、かんな、さすがに届かん。あ、もう動ける、早くね。まあ、ちょっと近づいてくれたら助かるけども、こちらが。なんて言ってたの、笑うとこ好き。信号転写、名前がいかつすぎる。中学生が考えた必殺技みたい。鬼神豪天説、やべえ、結構範囲広い。痛いし、もうアイリス案件や、こんなん。いって、ちょっと待って、ザコ動いたらもう死ぬんやけど。アイリスか、やばい。届いとる、届いとる、届いとる、これ、届いとるね。なんかずれて見える。で、仲間がいるなら別れをいいな。なんていうの、後輩五段、後輩、後輩、後輩五段。書いたことない漢字使うなよ。後半もいった。スミレいいとこでまた飛竜使われれば。あ、次アリスだ。回復は間に合いそう。いいとこで使えますやん。全部いったやろ、これ。すばらしい。一番左奥も届いとるよね。でも、もうカットしたいかな。はい。あ、届いとる。いや、強い。強い、強い。あ、倒せてない。マジか。うわ、これ作戦品なら。意地悪する。うわ、この小腰でけえ。あ、どうしよう、ここに送り込みたいかな。ガンガン行く、死ぬかな。ガンガン行こう。ザコ動かした方がだるい気がする。当然倒せる。56、7あれば死なんやろ、知らんけど。でも100ぐらい食らったんか、さっきの。やったか。あ、やべ、何もできんねん。マリアは射程的に届くか。やばい、次ザコ動く。アリス死んだから。やったか、やったかもしれん。織姫の必殺で決める予定やったんですけど、最後の周囲父と子と精霊のやってしまったかもしれん。プライザ、プライザ、奥の巻き込んでますやん、助かる。じゃあ1体だけ動くね。さすがに1体に50台食らわんでしょ。なんなら大神殴るんじゃない。素晴らしい。
誠に素晴らしいです。で、織姫、違う、コーランか。コーランの例のコーランもう範囲やったよね、あの必殺。こっからズドンよ。で、見事大神の方に行ったやつも巻き込んで、宮殿ロボねすぐカットしていく。ビリビリいきます。エフェクトがだいぶあっさりしてる。え、もう買ったやろこんなん。楽勝もいいとこやぞ。これで終わる可能性もある。ダメなら大神のターンいってるしね。えい、いや、これ行った先も範囲広いし、めちゃくちゃ強いぞ。エルプロートマジック、響け、イルフラグマジーコン。あ、大体あった、大体あった。エルフロートマジック、だか一ターン切るよ。ちょうど一周やったね。さあ、土組呼んできてください。ぐ、なんだと。勝負あったな、今後。え、死なん気まだ。ああ、何のローディング。さっさと死んでくれといてよかったのに。え、なんか生き残りそう、こいつ。やってくれるじゃないか、てめえら。ああ、分が悪すぎたやろ。もうあなたは新型機体やからな。諦めなさい。3回4回シール出したらそれ。4回は言い過ぎだ。そんなこと関係ねえ。生身で来る？俺はまだ負けられねえんだ。え、助かるこいつだけ。体が動けってんだよ。ああ、体にも何じゃん。動けよ、ほら。大丈夫か。土ぐ、あ、動くの。壊れた。なんか色失ったけど。すまねえ、スイコ。何やったお前とスイコの関係。え、土蜘蛛か。あ、生きてない金剛くん。爆発は大神班ついたみたいやで。まだあるのか。よし、行こう。いよいよ最終決戦だ。気合を入れていくぞ。土蜘蛛は、あれ、今後生きとるな。とりあえず、まあ前半の何節目やけど、後半に出てきそうやね、これは。さあ、鬼王君、決着をつけようか。上でさくらにちょっと怒られてなかったっけ。期待治っとるんかなちょっとビリビリになってなかったっけ、さくらと相対した時。さあ、長いな、相変わらずいますね。奥の通路みたいな、やはり来たか。第2ステージある、もしかして。いや、だるかったわ、エレベーターの戦い。帝国歌劇団参上。裏から行った方が楽やった説あるかな。いや、これかっこいいな、普通に。天部こんなかっこよかったっけ。オリオ、決着をつけてきたぞ。なんか嫌な像いっぱい並んでるな。いいだろ、コーマか。今回どうなるんだろう。また後半コーマ出てくるんかね。機体はなんか徐々に強くなって、あ、黒いの2体おる。鬼王の配下みたいなもんなんかね。この高等無形の切れ味、身をもって味わうがよい。え、その何、こう何、ロボット版の高等無形。え、作ったん。実際の刀としてもあるよね、高等無形。そう、カンナから。隊長、いつもカンナからやな。いよいよ最後の決戦だな。え、なんか
好感度一番高いとかある？ああ、みんな喋るのか。役者は揃いましたわね。え、最後じゃん、京極倒さんなんかやっぱ。みんな自分の力を信じて。前半の最後ってことでいいよね。ほら。なんか長いな。なんか微妙にローディングがあるな。喋るまでの。うん。頼むぞ。で、折れて。一本の矢は折れても、九本の矢は折れません。あ、九人いてるってことか。三本の矢に隠れたって話ね。この角度美人やな。戦闘準備完了。何も思んない言い方。隊長やろ、僕は隊長のために頑張るよみたいな、そんな言い方してほしかったな。さあ左手になんかおるな。どこだ、オニオン大砲みたいなのおる。あれ処理せんとだるいパターンか。嫌な距離やな。スビレが喋るってことはやっぱりスビレが1位ってことでいいかな。一応周りに、ああなる。え、これも壊せるのか。心臓、神の像と書いて、なんか造園もありそうやな。心臓くん壊しといた方がいい、もしかして。まあスビレからの嫌な位置におるな。できればアイリスの位置で追ってほしかったわ。さすがに風やなこれは、さっさと前へ行って。やっぱ左手のこれは、うわ届かない。ここなら当たらってことでいい。うわ全く覚えてねえこんなマップ。こんなんかよくわからん像あるんだろう。ピンと来そうな気もするけどな。あ、サクラで一気に片付けていいのか。別に心臓あれか、壊せ、壊さん方がいいのか。遮蔽物になっとるしね。無視してもよかった、もしかして。こっから父ちゃん狙えるよね。確か邪魔なもんは邪魔やしな。ここで一気に2体取って、うん、スミレあたりに一気にやってもらおうか。あっち来てくれるかな。百花聖砲、はい。そう、うん、弱い弱いよ大神さん。まあ左手ちゃんと処理せんとだるいよっていうことや。だからボス側をちょっと手薄にしたりというか、全然できない。次の手はすぐに任せてもいいような気がする。ってことで、大神のラインがもう安全と化したので、ああ、もう結構正面いけるやん。行くか、カンナぐらい。カン、これ以降向かわせようか。一応邪魔なもんも壊しておいて、なんか悪さするとかあるかな、これ。ほっといたらなんか横からビーム飛んでくるみたいな。マリア届かんかな、さすがに。ワンチャンありだ。でも刺されるようにしろか。並べておく。次アリス届きそうではあるけど、前出すぎるとあの黒いの来そうやな。あー結構いける。一体ぐらいならなんとかなる。まずいか。鬼を送る。そんな一生懸命まだ像壊さんでもいいでしょ。ちょっと微妙な位置で、ガチでやるんならちゃんとあの黒いやつの移動
移動数も調べた方がいいんやけど、情報で。すごい。なんか、そのファイヤーエミブレみたいに出てくれたら助かるね。さすがにそれはあれか。言うて、あ、でもセガサターンやし、全然。ファイヤーエムレムで何になるんだろうな。DS 時代か。だいぶ離れてしまったな。もともとはファイヤーエムレム芸人やったのに。交換か。まあ、あらかたのタイトルやってしまったしなってのはありますけどね。どうだろう。新作とかどうなんだろう。前回の、エンゲージか。あれからも結構経ったし、いやでもさすがに早いか。まだ去年とかの話だし。うわ来る。うわだる。え。全部入ってなかった。一応守備にはした。館内外。処理機将来。あ、桜のなんか。背景がなんか桜っぽかったな。桜の背景やばい、痛いやろさすがに。あ、もうエフェクトもやっぱ桜っぽいね。え、そこも入っとる。できるのは勝利だけですわ。は、ほぼ全体攻撃に近いんや。うわめちゃくちゃ痛いし、桜でそれ。やばいやばい、マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい。黒に届いたらまずい。アイリスで一気にやらんと無理よ。いやまずい、やずい、うわだる。